はい、というわけで、ちょっと声大きいわ。すいません。バーミヤンありました、ね、あったな、ということで、はい、まさかあると思う、はい、信じられへんもん、今に、まあ、あると思うし、あんだけちょっとバカにしてて、ほんまバーミヤンの関係者の方が本当に申し訳ございません。この曲、著作権大丈夫か。絶対大丈夫、絶対大丈夫。いや、わからん、もしかしたらやばい、赤バンされるかもしれない。バーミヤンのせいで、ということでね、今友達が撮ってくれてますけどね。はい、ジョジョ園行った時と同じ人です。あ、はい、すいません、今回ジョジョ園じゃないけど、すいません。どうすか。うん、ちょっと嫌や。ちょっと嫌そうや。そんなことないよ。じゃあ選んでいきましょうよ。選んでいきますか。はい、どうぞ。いや、最近やっぱこの、ね、iPad 形式のやつが多くてすごい、おすすめやなやったっけ。なんか言ってたよね、調べたの。チータンユーちゃんみたいな。ユリンチーユリンチーユリンチー、あ、そう、お前よう思い出したな。お前ユリンチやユリンチ、ユリンチはみんなでシェアするやつ、みんなでめちゃめちゃ怖い。ちょっとなぁ、あ、ちょっと、まあ、ごめん、おい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 、ミッシュソースで仕上げた大判ユーチンチー、大判ユーチンチーチーチー、ユーリンチがいい、めっちゃ安いね。で、これをどうしたらいい。次に進むで、あ、で、なんかセットとかもいい。ユリンチはまあ、ユリンチでいいか。まあ、1000円ぐらいかな、単価としては。カートになんかアマゾンじゃなくて、やりましょうけど。うまいな。うまい。で、これでいいか。欲しいものリスト。板物カートに入れて。欲しいものリスト、ユリンチ入れてとか。で、俺とマーボー丼とチャーハンうまそう。ハンバーグないよ。俺ホイコール。食べたい、ハンバーグ。いやいや。いらん。ハンバーグ嫌い。いらん。マンゴー美味しそう。マンゴーはちょっと後にしようぜ。てかさ、俺あれよ、バーミヤンって桃やんか、桃まんが主力商品やと思ってたやろ、あるかな。ガチやって、ガチやって。ないんじゃん。ないぞ。え、ないやん。でもごま団子あるやん。えぐない。これじゃちゃうやろ、桃まんないねんけど。この辺じゃない。あ、小籠包あるやん。桃まんこの辺じゃない。桃まんないの。桃まん、え、小籠包食べたいな。食べたい。じゃあ小籠包2個ぐらい。あ、俺も欲しい。え、だからうん、6個いったんちゃう。うん、だから2個入れた、しょうが。あ、じゃあミスった。こんなせんでいいやん。じじじ、この後で。そんな寄りでとる。はい。お水はないよ。はい。はい、ありがとうございます。で、これ。ありがとうございます。あれやね。店員さんも、特にいやらしい格好してるとかはなく、普通の女性でした。いや、エッチのお店じゃないから。いや、俺普通に風俗店かな。まあ、いやーんじゃないだろ。いやーん、まあ、いやーんじゃなかったか。ちょっと時間かかりそうなんで、一回決めておきましょう。せやな。はい、選びましょう。俺、気になるのはさ、何つってるの。一番意味わからない。これ消して、消して大丈夫大丈夫、消すさすがに顔割れますから、ね、大丈夫。お前鬼ダサい。ちょっとモザイクで映すかもしれんけど、一生5秒ぐらいで映す。いやいや、5秒ぐらいよ。メニューの方は来始めましたね。魚眼のドアップエグい。あー、はい、ただでさえ魚眼やのにな。まあ、まあ、そうや。ユーリンコショウ、この辺のユーリンコショウやって、美味しそう。ユーリンチ食べると、おはようございます。これ全部でしたっけ。あと小籠包。おー、そうや、小籠包、小籠包、小籠包、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って。というわけで、まずこちらが担々麺ですね。これ何、ユリンチ、よりで、よりでお願いします。ユリンチ2個、もうちょっとよ。そう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 、てん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 。で、これがユリンチ、これをかけて食べます。これ食べたらね。で、これホイコロ、これ麻婆豆腐、これホイコロと、これエビ、エビレタスチャーハン。で、俺がエビも揚げられてんねんの。めちゃめちゃうまそう。それが、で、俺が高橋、はい、で、俺が吐きそう。で、俺がいただきます。俺が吐きそう。すごいよ、これ、この量。じゃあ、どうしますか。実食。一応調べた感じでは、このユーリンチンチーリンが一番、ユーリンチンチーリンが一番うまそうで、これ、ぶっかけて大丈夫。まあ、大丈夫。ぶっかけてます。でも、麺もなんか、てか提供スピードマジでいい。そう、提供スピードはビビってたな。体感2分ぐらいやったな。そうやな。いや、多分相当な腕前の敏腕シェフが思う。そうか、まあ
か全部冷凍か。冷凍。瓶ワン冷凍庫から。ワン何？いただきましょうか。見てないよ。じゃあ早速いただきましょうか。じゃあ実食。いただきます。実食。まあシンプルに。俺はユリンチ行かしようですか一回。俺もユリンチだろうか。チンチーリン。チンチーリン。チンチーリン。すいませんね。いただきます。うまっ。うん。おいしい。あ、いっぱい来たよ。うまっ。はい。おー。あ、いただきます。はい。はい。めっちゃ来たね。食えるすぎた。で、餃子。はい、いただきます。これ食える？食える。めちゃめちゃうまいね。めっちゃ美味しい。美味しいよこれ。ダワーン。最高っすね。いやこれうまそうやその。すごいな。ちょっと、ね、エビレタスチャーハン。取られ慣れてない人気やね。横でやんのやめてくれ。おいしい。チャーハンもパラパラでおいしいっすね。じゃあ私ワンタン麺を一口ずつね食べていきたいな。なんかあの化学調味料とかに頼ってない結構ちゃんと味付けできてるような味がしますね。そらおいしいねほんまに。うん普通やね。だからホイローこういくわ。普通食べたい俺も。しれっと普通やねん。うん。いただきます。ラーメンは普通やった。うん。ラーメンは。それはやっぱさ何でもかんでもこんなのもちゃうやん。これこれどう。あの固ってた時期あるやんな。そうそうそうラーメンちょっと厳しいしな俺らは。まあ確かに。これめっちゃうまいわ。チンチン。おいしい。めっちゃおいしい。あこれこれ来んの。レマくんの手やわそれ。俺の手や。俺の手口で食いた。今まあ食べましょうか。餃子もめちゃめちゃうまい。ありがとうございます。じゃあ実食で。そううますぎて右です。え、あれなんて言ってた。はい。はい、ごちそうさまでした。食べましたね。ほいこ食えよ。ほいこ。うめえ、ケイちゃん。うめえ。俺もめちゃめちゃ食ったよ。辛かったな。あらかた、全部食べ終わったか完食しましたということでね。いやー生ロースがめっちゃ辛かった。ラーメン辛かった。花山香るの花山香るが作ったのは辛かった。いやでも麻婆豆腐入れ美味しかったですね。うまかったよ。ということで検証結果バーミヤンはあったということで、はい、いや美味しいんでほんまに。なんかね俺らその入店してもないのに知ってましたけど、うん、なんか桃尻屋から来ましたけど全然桃尻要素はなかったな。風俗店ではなかったね、うん。ちゃんとリピートしてくれないでしょ。まあどうすかね。腹いっぱいなのかも。ちゃんとしたファミリーレストラン。餃子と比べてじゃなくて王将と比べてどういう感じの違いがあったかとかレビューがあれば。王将よりもまあそのまあちょっと庶民な感じはあんまないんかなというか。ああそうなの。ほんまにちゃんと中華料理屋に来てんなっていう感じはした。うん、王将とかこう気軽にパッて入ってさ、それなりの感情を味わうみたいな。うん、でまあこってりのラーメンとかなんかこってりしか食ってこう王将団体って感じだけど、王将よりちょっと本場感を本場感はあるかな出してる感じ。まあでも味がどうのとかは別になくて、まあでも安い。餃子美味しかったし、餃子美味しかったし。小籠包ってな、うん、皮が薄い方がすごいいいねんけど、うん、小籠包うわっとやった。めっちゃ分厚かった。分厚さあかんって言ってた。あかんやん。あかんこと。でも美味しかった。美味しかった美味しかったな。ラーメンね、ラーメンがちょっと僕的にはあんまりでした、ね。まあでもお前ラーメンに関してはね、そうそうちょっとラーメンに入れさえ。でも美味しかったよ。まあでも俺こういうラーメンって考えたら、まあ、俺は美味しいなと思って。それはほんまにそう、まあ、そのそれは最大の頂点のものと比べると、それはそうやった。それはイキリンキやった俺。そうやイキリンキあるあるやん。やっぱ外食するっていうのはねいいですね。いいと思います。外食久しぶりやもんね、うん、3人でって、まあ、4人だし。まあまあまあそうやな。ほんまあのこう来客が来るから確かにそうやな。3人で飯行くのかないもんな。ないよ。だって家でうまいもん食えるの。確かにですね。そうめんもあれば、そうめんもあるわ、ラーメンもあるし、うん、肉その辺で買って牛丼もあるし、焼いてできるし、ボンゴレもできるし。なあ、ボンゴレもできるし。まあでもそうやな、改めてやっぱこうな、誰かに作ってもらった飯っていうのはちょっと俺って個人的な感じじゃやっぱやっぱりなと思うんでしょうね。
こんないろんな味を味わいながら食ったん久々ちゃう。確かに。そういうの。家やったらだって一品で終わりやね。ワンパターンのワンパターン。OP 操作や。口の広がりがワンパターン、うん。いろんな味食ったん久々で。それは確かに。まあ中華料理ならではの感じじゃないですか、そうやって。ということでね、まあ一応バーミヤンあったということで。で次は、今から白パンを買いに行って。今から白パンを買いに行って。あそこにユニクロあるわ。はっ。はっ。白パンマジで買う。